はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。いつもお聞きいただき、ご覧いただきありがとうございます。ですね、時々不安になるんですけどね、こんな雑談をしておりまして、本当にまあお楽しみいただいてるんだろうかというようなね、不思議なこう不安感が襲ってまいりまして、まあそれでもね、まあ、結果的には自分が楽しくやっておりまして、本当にご覧いただきまして感謝しております。ありがとうございます。もう年を取りましてね、本当にビートルズを最初に知った時の純粋な気持ちを呼び起こして、記憶を思い出すということがですね、まあ、本当に楽しくてですね、まあ、なかなか終わらないといつになったら終わるんだろうかと思うところもあるくらいですね。そのくらいやっぱり若き頃にですね、ビートルズにこう熱中していて、で今こう年を取ってみてですね、思い出すことで、まあ、何かこう若返るって言うんでしょうかね、そういう感覚になれることが嬉しくてやっております、はい、今日はですね、ビートルズ、特にポール・マッカートニーのアコースティックギターがすごすぎるという話を、まあ、どうしても一度はしてみたいトピックだったので、ここで取り上げたいと思います。まあ、ビートルズのメンバーはみんな実はアコギがめちゃくちゃうまいですね。本当にうまいなって感心することがあります。3人ともうまいです。はい、まあ全部あげるとキリがないんですけれども、まあ割と今日はね、そのアコギがうまいのになかなか評価されないというか、盲点になっているというか、誰も取り上げないことが多いんではないかと思うポール・マッカートニーのアコギの凄さということをですね、もう強調して今日は取り上げたいと思っております。どれほどのことかというと、もしですね、ポール・マッカートニーがアコギが弾けなかったら、まあもっと言うと上手くなかったらね、多くの名曲が生まれてないのではないかというふうに思いますね。というのはやはり作曲をする段階でポール・マッカートニーは明らかにピアノかギターで弾く、作ってるわけですよね。まあ楽器を使わないで作ってしまうこともあるみたいですけれども、まあ、使う時はギターかピアノということですよね。まあそう聞いたことがあります。まあピアノの方が多いということも事実らしいですけどね。まあ、ただですね、ギターで作ってる時に明らかにギターで作っていればギターのこう弾き方というのも同時にね、生まれてくることが多いでしょうね。彼の場合はそうだと思います。もう即効的に出来上がる曲ばかりですからね。でその即効的にね、出来上がる曲の中でも、まあ、取り立てでですね、そのギターの弾き方というのがもう極めて重要な役割を果たしている曲ってたくさんありますよね。特にアコギの中に多いんですけれども、どれほどアコギの名曲があるかってちょっと振り返ってみるとびっくりしますよ、本当に。まあ皆さん知ってるでしょうけれども、例えば一番有名なのって何でしょうかね。皆さんピンとくるのは何でしょうか。まあ仮にブラックバードとしましょうかね。はい、ブラックバードも名曲ですよね。でずらずらいきますよ。あとジャンク、どうですかこのジャンクの美しさジャンクのね、バージョンはアコギだけでやってるバージョンもありますよね。 YouTube にも上がってたりしますけれども、泣けますよね。こういうのもアコギの段階で完成させてしまうという曲を完成させてしまっていて、その他にドラムとか、まあ、ベースを入れてくるわけですけれども、もうアコギのレベルが高すぎるんですよね、最初から。それからこれも人にやった曲ですけれども、メアリー・ホプキンっていう人に歌わせてしまって、ポール自身はね、歌わないで終わったんですけれども、グッバイ、このグッバイという曲もアコギだけでポールが歌ってるのがあるんですが、まあ素晴らしすぎて絶句ですね。はい、次ミッシェル。ミッシェルなんてこのアコギの弾き方がなかったらば曲として成り立たないと。アコギの弾き方っていうことの中にはですね、コードの使い方のうまさっていうのも当然出てくるわけですよね。この雰囲気をね、出すもうコードのマジックっていうんでしょうかねまあびっくりします。本当に素晴らしいね。でまだまだありますよね。マザーネイチャーズさんなんていかがでしょうか。本当に綺麗ですよね。これもポールがもう明らかにアコギのもう達人でなかったらばできてない曲ですよね。まだありますね、好きな曲。ロッキーラックン、まあ、これはアコギの出だしの Am7 の響きからして
もうかっこよすぎて、アコギがこんなにかっこいいもんかと思わせてくれた曲の代表ですね。まあ、ポールの歌もかっこいいんですよね、入ってくるところの歌がね。まあ、でもあのアコギがただ単なるアコギじゃなくなってしまうというんでしょうかね、まあ、そんな、まあ、僕なりの感想ですよ。もう驚きの曲ですね。でそれから割とね、これアコギにカウントされないかもしれないんですけれども、 Two of Us Let It Be の、ね、突破締めの曲ですね。このアコギがね、なんともいい味ですよね。あの突破締めのタカタカンタタカっていうね、あの音ですよね。あそこに集約されるポール・マッカートニーのアコギの使いの方のうまさ本当に子供の時ね、感動しましたね。このアコギの曲が僕はもう大好きで、よくね、恥ずかしながら自分で歌ってた曲の一つですね。はい。でまだありますよね、ビートルズ時代どうですか。もう思いつかなくなってきつつあると思うんですけれども、最後に最後にですね、決定的なアコギの名曲、名曲って言っていいのかな、ハーマジェスティ、いかがでしょう。これはあまりに素晴らしいですよね。どうですかね、まあ、僕だけかもしれないですけどね、そう思ってるのは。とにかく好きです。こんな曲を完成させないっていうのかな、あれで完成してるのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもちょこっと出して終わってしまうと。まあでも逆に言えばですね、集大成となったアビーロード、ビートルズというね、グループの集大成ともなったアビーロードという作品の一ちゃん最後に持ってきてちょこんとつけても何ら恥ずかしくない曲、まあ、むしろかっこいい終わり方だなという思わせてくれるアコギそういうアコギですよね。これコピーしてみると分かるんですが、結構難しいですね。なかなか練習しないとこれできないと思います。ポールは当然練習なんかしないでチャカチャカって弾いちゃってると思うんですけれども、いかにポールがアコギの達人であったかというのが本当に分かる曲ですね。途中でコードをたくさん使ってるんですけれども、コードのこうシフトするところでね、こうスラーを使ったり、うまく、ハンマリング音を使ったりしてるんですけれども、この音の出し方は並じゃなくうまいですね。ポール・マッカートニーね、ベースはすごい、ドラムもうまい、ピアノもうまい、で実はアコギの達人だっていうのは間違いなくこの曲聴いただけでわかると思いますっていうか、アコギの達人じゃないとこれは作曲できないんじゃないかなっていうふうに思いました。ポール・マッカートニーが最後にまたやってくれたじゃねえかと、お前解散すんなよというふうに思わせてくれたような曲ですよね。素晴らしい。まあポール・マッカートニーはソロになってからも素晴らしいアコギのね作品を作ってますけれども、まあ特にね、これは僕の好みの問題だけですけれども、好きだなと思ったのは、そうですね、ジェニー・レーンっていう曲があるんですね。Chaos and Creation in the Backyard というね、アルバムに入ってる曲だと思うんですけれども、これは特にね、テクニックが素晴らしいっていうことではないんですけれども、アコギがうまい人、アコギがちゃんと弾ける人が、弾き語りをやるとこんなにうまいんだな、こんなに素晴らしいんだなと思わせてくれた、最近じゃないですけどね、まあ比較的後年の曲ですね。大好きな曲の一つです。はい。ね、皆さんはいかがでしょうか。ね、こうやってアコギのポール・マッカートニーのアコギ作品を上げていくと、まあ実は素晴らしい作品が多々ありましてね。まあポール・マッカートニーは素晴らしいアコギの奏者だったんだっていうのもね、改めて理解できるのではないでしょうか。まあ、アコギを弾く方はね、ご存知だと思うんですけれども、まあ、ポール・マッカートニーの弾き方、奏法というのは、まあ、実は決まっておりまして、ある程度。まあ、親指と人差し指をね、まあ、ほとんどこの2本で弾いてるケースが多いんですよね。で、まあ、よくね、ポールも言ってましたけれども、爪がこうね、割れてしまうっていうんですか、まあ、その指ばっかり使うのでね、まあでもそんなこともあるようですけれども、でも逆に言うとその親指人差し指でこれだけやっちゃうわけですから、本当に器用ですよね。でどんな親指と人差し指をしてるんだろうというぐらい、いろんな音を出してきますよね。
分かんなかったです、最初の方はね。日本だけで弾いてるっていうのは。うん、分かんなかったです。はい。はい、今日はですね、ポール・マッカートニーのアコギというのをね、どうしても語りたかったので、ただ単に素晴らしいですねっていう話で終わらせていただきたいと思います。はい、皆さんもしね、お好きな曲あれば、お書きください。失礼します。